大川博士は日本の元プロボクサー。本名は小川博士。古跡上の出生地は千葉県三部郡片会長であり、出身地は東京都台東区浅草。元日本フェザー級、ライト級、アブフ東洋ライト級、ジュニアライト級王者。現役時代は競泳事務所属。大川ボクシング事務を開設し、その初代会長を務めた。 足が長く金星の取れた体を持ち、左右のフックやスピードのある右ストレートを武器に3階級、五王座を制覇した技巧派である。極東ジムが、秋山誠二、大越俊治といった日本王者らを抱えて前世紀を迎えていた当時、後に精密機械といわれる世界王者、沼田義明を育てた小高岩尾会長の愛弟子であった大川が、本名の小川を変えて戦ったのは、 心臓が小さいのは名前から来ていると小高会長が案じたためであった。試合経験は豊富でピストン掘り口、花田洋一郎、辰巳八郎、秋山誠治に次いで百戦余りを戦ったが、ボクシングがやや消極的な代わりに、クリンチ技術に長け、23敗の打ちこまけは3度に、とどまった。1948年1月31日、プロデビュー戦で、 判定勝利を収めた。1954年3月13日、田中昇にサンアーコ勝利を収めて、日本フェザー級王座を獲得。中西生命に判定巻き置きして7度目の防衛に失敗したが、約8ヶ月後の1957年4月19日、中西との通算4度目の対戦で王座を奪い返した。1956年6月28日、 金子茂次の持つ、アブフ東洋フェザー級王座に挑戦したが、判定負けを喫して、唯一の王座挑戦失敗となった。東京都世田谷区松原に所在した、大川ボクシングジムの外観。京王線高架化工事に伴う立ち退きにより、2013年12月27日を、もって閉鎖された1957年8月4日、小林秀人を判定で下して、 日本ライト級王座を獲得。9日後の8月13日、アブフ王座挑戦のために、同王座を返上した。同年11月20日、オムサップラエムファバー2級アーコ勝利を収めて、アブフ東洋ライト級王座を獲得。一度防衛後の、翌1958年3月2日、フィリピンの英雄と言われた、フラッシュエロルデに、判定負けとなって、同王座を失い、 同年6月17日、高山和夫に判定負けを喫して、日本フェザー級王座を失った。1960、1961年5月4日、切り裂くバーボスの右フックを顔面に受けて2度目の防衛に失敗。この試合を最後に現役を引退した。広告代理店を営み、1962年3月13日に、 自ら解説した大川ボクシングジムで会長を務め、プロ13戦目で第34代日本ライト級王座を獲得した大友岩を45歳でプロとして小勝利を収めた第19代日本スーパーバンタム級王者。大川ジムは2011年現在、日本プロボクシング協会には加盟していないが、大友岩オラコーチの指導でザ。 親父ファイトへの参加者などがトレーニングをしている。2011年3月22日、肝がのため自宅で死去した。プロボクシング、116戦75勝23敗4分、1ND13EX に受賞歴 ND は20世紀初頭のアメリカで多く行われた、子以外には勝敗をつけない、試合形式を言うが、日本には ND の最低基準はない。 日本ボクシングコミッション設立以前の試合を多く含むため資料版元により数値に差があり他に72勝23敗3分 13EX などありがとうございます。